こんにちは、市村正樹です。C シャープ7の押さえ方。C7 ってこと知ってます ?C7。これ、通常の C。小指使ってないやつ。小指を3弦の3フレットに置くと、これ C7。ってことは、C シャープ7はこれをどっこいしょっていう1個上に上げて、6弦と1弦を弾かずに、5弦から2弦までを、で弾けば C シャープ7です。以上です。結論だけを知りたい人は、こっから先は、もう他の動画に行ってください。より詳しく説明を聞きたいよっていう人は、このまま見続けてください。エレキギターっぽい考え方でいくと、これが C シャープ7なんですよ。こういう押さえ方。上から行くと、×、4、6、4、6、4って押さえ方ね。まあ、こういう、もうちょっと大人になる、大人、もうちょっと上達してくると、これも、セブンス。っていうのはありますけども、それはエレキギター的な考え方から、まず発生する押さえ方ね。まあ、僕はギターコードを覚える方法っていう本を出してて、それでは、コンバンミっていうシステムを考え出して、そのコンバンミをどういう風に音を変えていくと、いろんなコードに変更していけるかっていうのは、コンバンミっていうので、検索してくれれば、動画も出てきますし、Amazon でもなんか何ページかは読めると思いますけども。これはエレキギターっぽい考え方で最初に思いつく C シャープ7の押さえ方。まあ最初じゃなくてもいいけどね。でもこっちの、この押さえ方は、なるべく先に覚えといた方がいいよっていうのは、このコードいつ出てくんのっていうと、F シャープっていうキーの曲の時に割と出てくるんですよ。ってことは、F シャープキーっていうのは、人差し指薬指でしょ?パワーコードが。この薬指を離すことなく、このまんまニョキって置き換えると、C シャープ7コードになるから、これ、今、薬指は移動していない。で、ここまでが、まあ、理解の仕方。からどういうふうに物事を考えて発展させていくかっていうと、まあ、例えば、これ、人差し指捨てちゃう。それで鳴らしてみる。どんなサウンドやっていう。気持ち悪いですか?平気ですか?これを平気な耳にするアレンジの曲を作ればいいんですよ。面白いコード進行を作っちゃえば、こういうサウンドってありだなっていう楽曲は作れちゃうんですね。で、理論的にね、これ今何の音弾いたんですかって言えば、なんか、なんとか C シャープなんたらかんたらなんたらみたいなコード名は付けられると思うけど、理論上であることよりも、まず自分の耳の面白さ。ちょっと、チャーさんが弾きそうなコードだね、これね。今度コピーしときます今ついでにやっちゃったんだけど F シャープ7っていう時に僕こうやって、これもチャーさんっぽいな。まあ、チャーさんってそうやって曲作る人だからね。でこれって1個上げれば D7 でしょ、もう1個上げれば E フラット7でしょ、もう1個上げれば E7 でしょ。E7 の時だけ1弦と6弦も鳴らしてもいい。理論上ね。こういう
ういう時も一か八かで人差し指捨てると、別に違和感ないでしょ。そりゃそうだもの、 E7 はもともと2弦を押さえてないんだもん。っていう風に一つのコードを一箇所で覚えるんじゃなくて、二三箇所でいろんなフォーメーションで数箇所で押さえることができたら、それ足してってコードを作るとか、一か八かで指を捨ててしまって開放弦を足すとどうなるんやろうって。これ気持ち悪いですか、どうですか。これ気持ち悪いですか、どうですか。これで曲作っちゃえば気持ち悪くなくなるんだよ。死んじまっただって感じでしょまあこういうね、エレキギター的にいけば、例えばここから始めた C7 のブルースとかが始まったとしても、次の F7 はこのまんま人差し指8フレットのまんま弾けるね。その次に G7 弾くときにこうやってやるのもありだけど、こうやってやるんじゃなくてこうやってやった方が、近いよっていう話です。です。あとはその経験値と知識とで増やしていけばいいんだけど、音楽理論的にそういう風に考えに持っていく人と、いや音楽理論はどうでもいいけども、やってみたら気持ちよかったからそれでいいじゃんっていう風な方向があって、例えばこれは C#9 っていう押さえ方を知ってれば、トミー・マニエルのなんとかっていう曲にも似てるか。ナインスにしてもいいし、6度にしてもいいし、まあ、この辺はいろんなコードのに使い、まあ、説明したらいくらでもあるから、こういうことはまずは基本の話だけでした。またこの手の話を聞いてみたいっていう人はチャンネル登録よろしく。